よっしゃー、どうもー。あれあれ、あ、戻った。一瞬スティーブでしたねどうもマグニーでーす。本日はですね、このアイアンゴーレムトラップをね、完成させたいと思います。ちなみに撮影時間の方が、切迫しておりますので、どこまでできるかわかりませんが、なんとか完成させていきたいと思います。あいつらが流れてこないのがダメなんですよね。だからもう流れないのであれば、なんていうんですか、それなりの措置を取ろうかと思っております。そのようなアイディアをくださった方がいましたので、そちらをね、うちの先生なんですけどね、を採用していきたいと思います。そのための準備をこれからやりましょう。では早速、この辺もうちょっと潰して、ここで、ゴーレムが落ちないようにせき止めます。ここに置いちゃうとどうなるかな。あ、一応大丈夫っすね。はい。こうしておいて、あとでね、またね、小細工しましょう。で、コメント欄で、また先生のコメントなんですけど、やっぱりね、ゴーレムって超強いらしいんですよ、本来。これ今ね、壁があるからなんとかなったものの、本来そう簡単に倒せる相手じゃないそうです。はい。ここまではいいでしょう。とりあえずこれでもう落ちてこなくなりましたんで、ここでちょっとした細工を施していくんですけど、これね、ちょっと待てよ。とりあえず水を回収。回収。ね、これでなくなるわけなんですけど、で、この4つに来るわけだから、ここにもうすでにマグマを用意しとけばいいんですよ。最高最高。時間がないよ。時間がないよ。まあでもある程度まあプランは立ってますからね。マグマがね、今回一番ネックなんですよね。と、軽かな、マグマ溜まりみたいなのがあればいいんですけどね。あ、そうか。ランチマイニング場で探すか。こっち側掘ってないんでしょ。ってことはね、こっち側にマグマあるんですよね。そのマグマを、どうしようかな。効率的に取りたいから。おお、見っけた。で、1、2、3、4、まずね、水は流すのは間違いないんですよ。で、この2段目のところに、はしごがこうあります。で、あそこもはしごになるんです。あ、いるな、もうすでに嫌がる。で、ここにマグマの層があって、あそこははしごになるっていう段取りでいきたいので、めっさ考えなあかんやん。ここは潰していいよね、もうね。とりあえず後で、つけていくってことで。ね、ここも取ってしもて。で、マグマが、こっちに来たらまずいから、とりあえず、ここを置いて、ここ閉じる。って感じで、ちょっとやってみますか。で、ここに置いて、閉じる閉じる閉じる。おー、怖い。できた、できた。マグマ溜まりはとりあえず完成。あ、やばい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 よ、やばいよ、やばいよ、非常に。水をせき止める。せき止める。引き止める。おお、やべえ。やべえ。で、ここに。やられてる？やられてますね。おお、やられた、やられた。やられた、やられた。危ない、俺がやられる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 。あとはですね、この辺の見た目だけちょっと整えましょうか。
はい、それではね、少し、コメントの紹介を、ちょっと急ぎ足になっちゃいますが、ご覧いただきたいと思います。なんとですね、1つ目、チャンネル登録、現在997、1000突破が楽しみで、今日何回も確認してしまっています。こういう方がいらっしゃいます。続きまして、999人な、うわー、増えてる増えてる。続きまして、アイアンゴールムトラップ、どこが悪いでしょうね。完全な完成度で、とても楽しみです。頑張ってください。頑張ります。そして、チャンネル登録1000人突破と、アイアンゴールム取り、アイズスコア、おめでとうございます。毎日楽しみにしてるので、アップ大変だと思いますが、頑張ってください。ありがとうございます。僕の知らない間に1000人突破していたようですね。ありがとうございます、皆さん。代わりにね、チェックしてくださってる方がたくさんいらっしゃいます。続きまして、1000人おめでとうございます。それでは皆さん、頑張ってください。ありがとうございます。そして、まずね、さっきも見てます。ところで、提案をいただきました。自分で動物を撮って、ここに知り方って撮ったら、ちょっと、おしゃれな美術館を作ってみてもらえるのが楽しいと思います。確かに楽しいですね。今のところ、シルクタッチ持ってないので、シルクタッチですね。ではですね、こちらの、提案も、ちょっとやってみたいなというふうに思います。続きまして、1000人超えた、毎日投稿頑張ってください。ありがとうございます。続きまして、先生からのコメントなんですけども、ピストンの音がしなかったですね。確か昨日、アップした動画で、自動、半自動のね、作物というかね、これピストンの音がしなかった。どんな音でも16ブロックより遠いと聞こえます。なるほど、そういったルールだったんですね。16ブロックより半自動遠いんですか。そして、アイアンゴーレムが湧いてましたが、こちらがね、冒頭から申し上げておりました、先生からのコメントの意見なんですけども、まあ、直接、ホッパーで回復してもいいよと言うと、ゴーレムは超強いから気をつけなさいという内容を伺ってまいります。先生、ありがとうございます。参考にさせていただきました。はい、最後、チャンネル登録者、先生おめでとうございます。こちらも頑張ってください。ありがとうございます。それでは行きましょう。はい、正面こんな感じ。ね、一番下がこう処理層。今回失敗しましたけど、一応、わかるようになりました。なんとかなるような、持論は持てました。で、これ真ん中ちょっと、ここはですね、脇層ですね。で、脇層の上にこうあるのが、要するに村と認識させるための扉をいっぱい並べてるところです。で、あの浮いてるやつ、あれ浮島なんですけど、あそこが村人のいるところですね。はい、1,2,3,4 この4層でからなるこのアイアンゴーレムトラップですけど、割とですね、10人入れてんですけど、なんか増えちゃって今15人ぐらいになっちゃってんじゃないかな、そこなので、多少ね多めに出てきております。あいつ理屈で言うとですね、まず10人以上の、村っていう風に村人に認識させて、扉を21個以上並べるんですね。で、湧いたら真ん中に落ちるように水流を作って、その水流に落ちたら自動的にマグマにやられて、で、やられた後に水流に流れて、ホッパーで回収と。こんな感じです。溶岩ブレード。落ちてきた瞬間にやられるって形だったんですね。で、下のはしごで溶岩をせき止めて、上のはしごで上からの水流をせき止めていく。いうような形でございます。最後にですね、少しだけ解説を。この、スポーンチャンク。ね。ちょっとテロップ出しておきますけど、スポーンチャンクというものがございまして、スポーンチャンクというのは、自分の初期スポーン地ですね。要するに死んで、ベッドがなかった時に戻される、強制的に戻される初めのポジション。ね。初期スポーン地というんですけども、一番簡単な見つけ方はコンパスで探すんですよ。初期スポーン地っていうのは実はここなんですよ。ここ。もう測ってあるんですけど、ここだと、ちょっと超えると後ろになるし、ね。こんな感じ。で、こうなるし、みたいな。だからこの辺なんですよね。で、ここでね、F3 が登場するんですけど、チャンク、ブロックとチャンクって書いてると思うんですけどね。ズームしておきますけど、こちらですね。はい。今いるチャンクが、14の4の15っていうところです。そのチャンク内のポジションをこれ真ん中で表示してるんですね。で、高さ、ジャンプすると高さが変わるでしょ？はい。そういう、だからチャンクっていうのが、すごい大、たくさんのチャンクでできてるわけなんですけど、まあ、その、説明を省きまして、この、今、要するに、コンパスで見つけた位置のあるチャンクの、北西です。北西。フェーシング。ちょっとわからへんけど、これは方角書いてます。だから、ノースとウエストなんで、北西の角だから、このチャンクが変わる北西の角っていうのがね、今も変わったか？まだ変わってないですね。この000っていうのが。違う、この辺、これです。要するに、北西のポイントが一番端っことしてカウントされるので、ここを中心に、周りに12チャンクなんですよ。ここ中心に12チャンク。だから、6チャンクなんですよ、周りに。ね。なので、6チャンク以上離れていないところが、まあ、あの辺がギリギリだったんですよね。確か。はい。
またわからない方がいらっしゃったらですね、もう一度またコメント欄もしくは LINE アットの方でお問い合わせいただければと思います。あれから増えてるかな、チェックチェック。お、増えてる増えてる、ありがとうございます、ありがとうございます。順調にゴールもスポーン終了ですね。このスポーン着に置くことによって、どこに行ってもゴーレムはスポーンして、鉄をね、生み出し続けてくれるというような、ことでございますね。はい、というわけで今日はね、ちょっと、撮影の時間の都合上この辺で終わりたいと思いますが、またね、ご質問等ございましたら LINE アットでもいいですし、コメント欄でもいいですし、また一言ください。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゴーレム、アイアンゴーレム編終了でございます。